皆さんこんばんは、淡井圭介です。ちょっと今映って自分の髪の毛の状態分かったんですが、申し訳ないです。2024年、11月24日、19時7分、国民民主党の、玉木さんと、まあ、自民党の皆さんとかがこう合流して、103万円の壁に関して、で、170、何万円と。まあ、その番組で、小野寺さんと橋本徹さんが話しされている YouTube の番組が、まあ、6日前ぐらいに、上がったものかと思われるものですね。その、いつ動画上げられたかどうかは、とりあえず置いといてですね。小野寺さんが話しされていたのは、まあ、社会保険、要するに、厚生年金と介護保険料はワンセットであって、半分は会社の負担であると。なんかかけておかなきゃ損であると。で、それは、税務署の方の、その、A 表、B 表という、まあ、単純な表ですけども、ああいったものを自分で書き込めば、かけておかないと損ですよと。基本的に。基本的に、そういうふうな、状況です。その結婚して、二人の年金生活だとか、そういったことを考えると、絶対入っておかなきゃ損です。で、その場合、まあ、半分は会社の負担の話を、小野寺さんがされてるんですけども、そこが、まずちょっとずれてるんですよ。そこに仕事がある、あるから雇ってるはずなんですよ。だからそれを、労働時間がね、どれぐらい偏っ、一人の人間に労働時間が回っていくかとか、一人の人間にたくさん労働時間、僕みたいに聞くと、芝株式会社に1ヶ月に400時間近く働かされたりとか、それ半年間続くんですよ。その頃テレビの放送ではすぐに何でもデッドヒートって言ってるんです。死んで燃える、それ火葬場のことやから。ごめんなさいね、本当にちょっと言葉遣い、ちょっとぐらい、もうこういう話になっても、小野寺さんは特に、ちゃんと、聞いてます。もうそれぐらい喋り方になってもしょうがないですから。彼の立場もよくわかってますし、っていう、その僕はね。その頃、ゾンビ企業。本当に肌の色変わってましたから、本当に。僕だけじゃないですよ、本当に。もう死にかけてるんです。長時間労働で。負担を分ける話。同じなんですよ。結局、仕事の分配。極端すぎる。それもともとサンパレスロックもそうだったんですよ。仕事もね、ある程度あれこれ言って、ちょっともう、言い訳をされるときはたまにあるんですよ。その、年配の人でね。まあ、その当時、サンプレス校で働いてた頃、まあ、兵庫県西宮市の北部にあるんですけども、結婚式場です。その頃、私の年齢が25歳ぐらいの、まあ、まだまだ若輩者ですけども、まあ、現場ある程度、仕切っていたりだとか、自分の所属している人材派遣会社、自分が厚生年金入れられてないのに、そんな、自分のことをよく分かってない人間がゲームしきってるっていう話も変だと思うんですけども、しなきゃならないことだけはすごくしっかりしてるんです。現場の。なんかぼそっと向こうのね、後から気づいたんですけど、どうやら幼稚園で同じ同級生だったものに、淡井さんはメガンデですよって言われてたんですけど。自爆するって。とにもかくにもね、一応まあその橋本徹さんが出てる番組では、とにかく法律がたくさん ありすぎて、私のその一つの、物事の手法として、国民年金法と国民健康保険法と2つあるわけじゃないですか。その辺のところを一つの法律にして、まあ月額の結局表があるから同じなんですよ、意味。2つの法律合わせても、でこれ法律の数が少なくできて、現場もで、あと結局、所得の人、低い人たちは助かるっていう話になるんですよ。あんまり長い話になると皆さん難しいかもしれませんので、一応表、ごめんなさい、先に表を用意しておいたら見やすかったんですけど、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の、
20番か30番か40番かそのあたりに、厚生年金の表に関する内容の、ちょっとね、欄があれだけ増えると、見出しがね、どういうふうな見出しで記載されているか忘れたんですけど、もうそれ、現物は表、写真を写して貼り付けてますから、まあ、これは誰がしてもいいんです。公文書公開っていう法律がありますから、東京都政六法の方で。で、その法律に、各政令指定都市は、従わなきゃならないっていうことがあって、政府の書類に関しては公に公開しなければならないんです。で、なぜこれをしなければならないかっていうと、六法全書だけを見るとみんな勘違いするんですよ。1週間の労働時間が20時間以上とか、そういうふうに書かれてると思うんですよ。今は違うかもしれませんけども、正直もう今の時代ね、あの表をそのまま貼り付けておいたらいいんですよ。一月の収入によって、厚生年金の掛け金はこれだけですよっていうことが書かれてるんですよ。介護保険料も決まってるんですよ。で、一月の稼ぎが大きければ大きいほど、厚生年金の掛け金とかも上がっていくっていう、その表通りに絶対そうなるんですよ。で、ああいうような形にしてあげなかったら、せっかく働いた意味なくなってしまうんですよ。結局のところ。だからもう本当にそういうふうな世の中ですので、特に老後の老人ホームに入れるか入れないかで皆さん厚生年金かけてるようなものなんですよ。生活保護がある以上。っていうのは、基本的に、その、老人ホームに入れなかったケースの場合、まあ、一月の年金の支給額が15万あれば、まあ、もう、まず間違いなく入ります。あと、介護保険料が入ってるはずですから。まあ、あんまりかけてこなかった僕みたいに、いろいろたらい回しにあって、介護保険料が、まだトータルで27万しかかけてないんですよ。皆さんびっくりしたでしょ。そんなにいろんな記録をたくさんいろんなところで作っていた人が、そんなもんなんですかってびっくりしたでしょ。そんなもんなんですよ。本当に。で、まあ、もともと若い頃にその、河川水門開式玉出の話がありましたから、その、厚生年金に入らないまま、貯金しておいて、そのお金で進めたらいいみたいなことをね、気軽に言ってきた人とかがいるんですよ。で、僕もそれを鵜呑みにしてたりして、で、もう20歳ぐらいの頃に100万ぐらい貯めたんですよ。で、そこですぐそれに使ったらよかったんですけど、ごめんなさい、話大きくしすぎました。20歳過ぎでした。右足、19歳の頃に一回骨折してるから。絶対ダメね、そういうところじゃん。もう、家の中でももう、肩身が狭い、思いしてました、本当に。デジゼの高校通ってましたから、しかも、卒業間近の4年目の、12月。とんでもない12月でしたよ、本当に。で、だから、まあ、22歳、それぐらいの頃に、そう、向こうの仮執行の勝訴の判決200万円ほどの、内容のもの、まあ、それ覚えてらっしゃる方は覚えてらっしゃるかと思うんですけども、まあ、その、貯めていたお金プラス、消費者金融で、金、貸されて、まあ、途中から暴力団の名前出されて、で、キャバクラに連れて行かれるという、もうその場でもう暴れたろかなみたいな形になってたんですけど、もう電波で聞こえてきてね、警察官の方から。俺らが行くから、絶対行くから、今もうちょっと落ち着いて、もう絶対俺らが行くから、大丈夫だから、怖い方、それとも正直言って怒る方、もう我慢の限界来てる方って、もう心の中で思うだけでいいからって、頭の中で考えるでもいいからって。もしもし、もうこいつらほんま全員みたいな片っ端か。ほんで。まあ、それで、警察官の人4人突入してもらってね、そのキャバクラ。もうまあまあ、その話はひとまず置いとくとしまして、とにかく法律が、それがね、昔から言われてたんですよ。厚生年金のその表を、まあ、介護保険料もワンセットですけども、あの表貼り付けといたらいいって、六法全書にって。こ
国民健康保険法って書いといて同じですって、もう同じ働いたかどうか月額の、もうだからあれあの表だけを貼り付いた貼り付けといたらいいんですよ。あともう文字いらない、これ見たらわかるから。あと説明文を記載しといてあげたらいいです。この表の通り、一月に稼いだお金によって、厚生年金の掛け金が変わってきます。だから、あとは会社の負担がどうこうみたいなところで、だから、その人がそれだけ働いていた分を他の人が働いたりするだけだから、もしくはっていう形になって、どちらにしても、雇用調整はどちらにしてもあるんですよ。どこの会社も。それはもう皆さん分かってるんですよ。どこの会社も雇用調整なんとかしてきてる方だから。だからもう、入れる時に、もう、あれこれ言わずに、だからマイナンバーカードで、本当は今年の春からスタートしてたはずなんですよ。これ今まで言ってきましたから。自民党の皆さんに。で、麻生太郎さんも知ってるんです。元総理だった。もう、もともと僕と会っていろいろ話した方の人です。で、港川の河川の底をね、コンクリート化して、まあ、それが阪神淡路大震災の、一番大きな、直下型になった地震のね、要因じゃないかと。まあ、それはもう僕の方が、から別の動画でも言ってるんですけど、僕は子供の頃、85年過ぎぐらいの頃ですね、河川の底とかに結構降りていったりしてたんですよ。遊びに行く時に友達とかと。で、コンクリートの、河川の底はゴボッと抜けていて、そこのところはコンクリートに見えますけど、その下って土なんですよ。で、長年その土が抜けていったりするんですよ。で、コンクリートはもうこんなね、もう幅は、横幅は1メートルぐらいがもうちょっとあります。で、縦の方が2メートルあったんですよ。でももう深さなんかもう2メートルぐらいですかね。そこの方までもう水がね、溜まってるというか、もっとその下の方は、まあ、流れてないから、そこの方までまだある程度見えてたんですけども、土というか、まあ、砂利というか、そういうふうな状態なんです。もうそこからもうずっと港川から、まあ、兵庫区の平野の方のあたりです。あのあたりの方から、中央区とかいろんなところにこう水がね、ずっと。特にある程度雨が降った時とかは、すごい量の水がずーっとものすごい勢いで浸透していってるんですよ。で、地面の底は空洞化していって、もう現に目の前で空洞化してるから、この空洞化理論をどうこう言う人間がまだいるんだったら、君その中に昔言ってたのが、疲らせるぞ。君そこでお漬物になってみる。それでお漬物なのかお漬物なのかよくわかるから、どちらの方がいいかって。うつけ者だったら困るやろって、こんなに被害出ていて、まあどうこう言うかと。現地の人間がこれが証拠でなくて一体何なんだと。裁判で一番もの言う証拠だぞということでね。まあそういうようなことは若い頃勢いあるときはよく言ってたんですけども、もう勢いあるんじゃなくて、それ我慢の限界来てるだけだから、本当に。で、まあその河川の底とかはね、まあ報酬して、まあその麻生太郎さんがね、もともと港川の氾濫とかそういう風なのも、ダムの上にもう一つダムを作っといて、調整ダム、そちらの方からある一定の水の量をそこの普通の水道水に回してるダムのところに水を流し込んでいけば、そこは溢れ返って水門を開ける必要はないっていう話もあって、二段ダムにしてるんですよ。で、もともと港川って途中で人間の方でカーブを描いて長田区の方に流し込むようになったんですよ。東山商店街の出口、丸新市場の出口、そのあたりから見てもらった方が分かりやすいんですけど、カーブ曲線描いてるんですよ。あれ、本当はカーブ描いてなくて、本当はもともと昔まっすぐだったんですよ。昔の歴史を見ると、僕が生まれてくる前の歴史ですよ。だから本当は人が無理やり方向性とか変えてるから、やっぱりカーブのところが一番水がこう上がってくるでしょ。当たってるから。こう、カーブになってるところ、カーブのところにこう水がね、水かさがこう増えていって、
って、でそこで当たってるから水が溢れかえってこう流れ込んでいくっていう、そういう状況で、まあまあまあ上の方ももうそこまでしてしまったものはしょうがないですから、そこの通ってる、もともと、もう埋めたところもう一回掘り返して、もう一回元の川に戻して、何やこの青菜工事はっていうことになるでしょう。もともとの第一段階目がその一直線の、そのままの河川が一番良かったんちゃうか。淡井さんの言ってたあの河川水門解析でもあったの、そのストレートがいい、ストレートがいいって、その水圧のかかり方とか、力の方向性とか、一番パワー出るじゃないですか。パワーがね、発揮される水圧があって。ああ、もともとある形を崩さん方がええ、崩さん方がええって、これでもその言葉の内容は合うわっていうね。昔ちょっとあの、仲良くしてくれていた、もう引退されている警察官の方とかの、話なんですけども、全部してくれてる人たちですよ。だからまあ、もう早く法改正、厚生年金のあの表を、貼り付けておくことですよ。あとはまあ、国民年金とか、払えてない生活保護者の段階の時は、国がこれだけ払っておきますとかね、そういうふうな内容を見せてあげると、あ、国まだ、容赦があるなと、結構こう、恩情があると言いますか、まだちょっとずつ国で欠けてるから、まだどっか仕事あったら頑張って働いたらまだなんとかなんかもしれないよっていうようなね、そういう優しいところも、しっかりと見受けられるような法律、これも僕は二十歳の頃に言ってたんですよ。ちょっと優しさが見える法律って、これもテレビに出てる人たちがいっぺん言いましたよ。一番最初に言ったの僕ですからということで、小野寺さん、あと他の党の皆さん、さすがにそれは自民党や公明党さんや他の党の人たちだけじゃなくって他の党の人たちも同じことを、ある程度お議員じゃない同じことを思ってるはずです。なんでこんなに法律の内容がめちゃくちゃやねん、まだ口取っちゃう貼り付けとくだけでいいから。だからね、僕のホームページとかで、こう、画像とか貼り付けるときって、日本語で貼り付けるって言いますけども、ドラッグって言うんですよ。専門用語で言うと。その人たちにとっての薬って、精神病院のね、精神を生産されなくなる薬とか、あんなのも昔から山口組として、取り扱って取り締まってる方なんですよ、本当。製薬会社。わかります？本当に。その時僕ドア頑丈なドアとかでね、立てこもって、大金持ちの家、家2軒分とか3軒分とかあるようなとんでもない悪者って、大体悪い社長だから、本当にそれがマフィア。おらへんおらへん、テレビ見た時のあんな、どういったの、日本刀とか拳銃、そんなのがグループになってる、僕おらへんから。それどころか、人口密集地帯24の県よりも神戸市民の方が多いんです。で、その神戸市だけでもね、まあ、だいぶ人口密集地帯だと思うんですけども、もういろんなところ撮影とかに行ったりとか歩いたりしますけども、道端でもね、他の人たちも同じ意見だと思いますよ。見たことあります？街のど真ん中で殴り合いしてるようなおバカさん。いないでしょ。本当にごく稀な状況下で、そういうような連中がいるだけ。もうテレビの映画とか見すぎ、どうせ最初の方はビーバーパイスクールとか。僕もよくわかんない。本当のビーバーパイスクール見てびっくりしたか。主人公が、ハイヤーとか言いながら馬に乗ってる。その前の金八先生とかのドラマで、もうね、本当、テレビだったら何でもしていて許されると思ってるバカな10代の、本当に10代の人間、10代の、さすがに15歳は超えてると思うんですけども、16歳より上から、まあ、18歳前後ぐらいの人間だと思うんですけども、ノーヘルメットでオートバイを学校の校舎の中ですよ。下着のロック、乗り回しのテレビで放送しようって。捕まる。さすがに、やりすぎ、本当に。君、人跳ねたらどうすんのって。
学校にパトカーが行くって映画業界のよく分かってない連中が監督で撮影許可なんかないから上が会社の上の方の人間の名前言うだけでいいからって誰に指示されたのか順番にちゃんとこっちも辿っていくからってそれで君の、 あの罪が軽減されるからってちゃんと今説明したからちゃんといいって言われて情状酌量っていうね部分ちゃんと刑法を見たら刑事訴訟法の方かなまあまあどちらかに書いてますからでまあ なんせねそこでねビーバップハイスクールを反省して一応もうオートバイは出さないっていうような形で作ってたらしいね だけど暴力シーンがやたらと俺あんなに喧嘩したはぁ、めちゃくちゃなるから本当に本当に本当に簡単に歯なんか折れますから本当にほんと体鍛えてる人ねもう本当に腹立つことあるかもしれませんけど全力で殴っちゃダメ顔面陥没するから顔本当にへこむからそれ見た瞬間えらいことやってもうたわあかんわこれこの人死んだ俺殺人罪だわってその時になってやっと思い出しますからどうせコンピューターがその時に電波出て無理やり思い出せますからそれだけで思い出すだけにそれだけでもその人動かなくなるからあとは警察官への通報でとにもかくにもね、そのもうややこしい法律名いっぱいいらないから僕の言った通りにしてたら現行法規と現代日本法規をまとめた現行日本法規これはもう安倍政権の時にしてもらいましたどこで二重行政してるのか話の逃げ道を作ってるのかずっと高いビルを建ててるからそんなこと成功したのもう2015年ぐらいだったんですよで、そのね六法全書ワンツースリーで、現行法規現代日本法規の内容が全部入るんですよ現行日本法規ので、だけどももっと圧縮僕の言うように法改正してって分かりやすくしてもらったらワンツーで済むんですよ大丈夫オリンピックに関する法律が全部なくなっていったらまあまあ決闘法とかねそういった内容をなぜ削除されたかオリンピックの決闘法が削除されたのになぜ格闘技界が存在するのかって本当はしちゃダメなんですよこんな決闘法って昔の人乱暴やなってちょ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 リング四角いのにリングって言ってる人たち結婚指輪のこと忘れてそれヒント早結婚してそんなことしとらんと早結婚して所得税の控除でお前家建てんねんぞって家賃なんか払ってたら負けやぞってローンの返済家賃だあと結婚遅れた後がなくなるぞ歯ガタガタなったらなかなか結婚してもらわれへんでってその暴力人殴って金稼いでます結婚するときに言えるってうん、最悪他の人に言われますよ格闘技界の人間同士の結婚ってあそこの夫婦と絶対喧嘩したらあかん二人とも格闘技経験者よ何か話しに行く前に先に警察官と一緒に相談しに警察官に電話してどんな内容かでそれから一緒に行った方がいいってそうじゃなかったら自分から話し始めたらどんなことになるか分からへんって内容によってはってなかなかの内容の時に先に警察官と話しといた方がいいで一応ビーバップハイスクールの話に戻りますけどね馬乗った時何って言ったと思いますみんなが知ってる言葉ですみんなどこかで聞いたことはある言葉ですハイヤーって言ってるんですよじゃタクシーとかハイヤー意味見たら分かりますからもう各自自分で調べてください本当に乗り元々のハイヤーは馬だっていうようなことエネルギーの残存量問題まで
まあ、ビーバップハイスクールの、その、なんかね、テレビの放送とか終わって、で、久しぶりの映画化か何かで、エネルギーの残存量も、もう1980年代だから、もう東山小学校ではそれもちゃんと僕の方で河川専門家でしてきてますよ、みんなの前で。ちゃんと特許庁の人とか来てました。裁判所の人とか、もういいからって、もう僕からのプレゼントでいいからって、その頃、もう僕はこの世に生きてないと思うけども、って、裁判所の裁判官のね、ご老人の男性の人、六法全書くれました。でも、いいから、もう名前書いときって。それで、誰が盗んだかわかるから。書いてます、今の。この平成20年度の六法全書、これは自分でまた買ったものです。ということで、法改正なんか、簡単、本当に。窓口の表、大体貼り付けといたらいい、そこ。法律、その方が分かりやすいですから。もうどうせ売り上げあるかないかなんですから。大した売り上げがですよ、しっかりと賃金払えるかどうか。あとはそれで経営者が捕まるかどうかで、大体の経営者の人は生活保護とかになってるんです。1990年のバブル崩壊の時。ね、だからもう一時ね、テレビ局の連中とかがすぐにね、その辺の若い、また髪の毛染めてるヤンキー側のね、無料化されてる、若い女性にね、社長と結婚したいだとか、なんかそんなこと言わせて。何甘い夢見とんねんって。所属本当は普通に正社員雇用でちゃんと法律通りに払ってもらってる人の上の時は結構あんねんと思って。知ってるか航空会社の全日空か日本航空か どちらかの会社経営破綻した後、本当に社長がみんなの前でね、会社が倒産になりましたって、で、テレビのニュースで放送されてるんですよ。だけど従業員、自分たちが、出勤してきてる時にね、その雇用調整の話とかされてる時に、みんなの前でね、新しい社長の何々ですけども、私は生活保護者です。この会社にだいぶ関わってしまったので、こうなりましたって、ちゃんと言ってるんですよ。それぐらいビシッとしたね、テレビの放送。一応昔ワールドビジネスサテライトもしてたんですよ。本当は NHK から流れてきた映像。使ってただけなんですけど。だまあ、二十歳ぐらいの頃、ワールドビジネスサテライトに、もともと大臣とか総理とかのね、息子、娘とか、孫とかね、そういった人間とかがアナウンサーとして出てくるんですけども、そういう大事なこと分かってなかったら、片っ端から返り討ちがあって、次々と辞めさせられていって、一旦現場から離れるって、まずこれ覚えてきなさいっていうことで、僕より年上の人たち、大卒、こっちは定時制卒業やって、こっちの方が上やって、大学行った方がアホやっていうことぐらいバレと、東京大学はなんでみんな日本で一番偉い学校に見えるの？暴動起こしたあの学校だけよ、大学。暴力なんてあれよ。ちゃんと法律見たらわかるから、複数の人間で暴力行為を行って相手に大怪我とか負わせたりしてる例ね、特に。とんでもない夜中とか何十人とかで何回も絡みに来てる連中とか、それはそれで暴力団として認定されるときは認定されます、裁判所で。裁判所で暴力団として認定された5年仕事働かせてもらえませんよ。本当に。そういうことになってるんですよ、法律で。だから、ブラックリストとかじゃないんですよ。それホワイトリストなんですよ。それが社会全体に広がるんですよ。ちゃんと実名公表して。実名皆さんに公表しなかったら、そんな法律みんな守れるわけないでしょ？暴力団雇ってしまいましたの話になるでしょ？暴力団やっとったやっとったで、それまずいことなんですよ、そこの会社。まあちょっと話長くなんで、もう厚生年金の話からだいぶ離れてしまいましたので、もうちょっともう今の動画はそれぐらいにしておきますね。だから、はいや。うま。違う。もっと上がある。トホダーだっていうね、その。どこだっていう話ね。もうそれぐらいで、皆さんご理解していただけたらなと思います。以上です。